必ずやろう。日本最高。浅賀豊です。この動画を見て、なるほどね。なんてね、思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイデン政権がですね、トランプ政権が始めた対中制裁関税。これの撤廃引き下げということに対して、まあかなりね、前向きであったということは、 私ですね以前に何度かね取り上げたことがあったかなというふうに思いますでこの対中制裁関税の引き下げに関してはですねバイデン政権の中においてもイエレン財務長官がかなり前のめりになっていてもう彼女はこのことに関してもこの半年ぐらいの間に何回こういう話をしてきたかわかんないぐらいに、えー、とにかく引き下げたいという意向をこう示してきたということがあります。 バイデン大統領もですね5月に行われた日米首脳会談ありましたよねあの時の終わった後の記者会見においてこの件に関して帰国してからイエレン財務長官と話し合いをして決めるんだというようなことを言っていて。 あもうこれでもってですね対中制裁関税の、まあ、全面的というわけではないですが、まあ、相当部分がまあ撤廃されるんじゃないかあるいは、まあ、あかなりの引き下げになるんじゃないか、まあ、これはもう決まったんじゃないかっていうふうに、えー、割と見られていたところがあったわけなんです。で6月の話ですがホワイトハウスのジャンピエール報道官もですねトランプ関税の一部は無責任なものでアメリカの経済および安全保障を 前進させるどころがむしろ各家庭や企業の経済負担を高めたものなのだという言い方をしたんですね。要するに、えー、アメリカの経済安全保障に役に立つどころがむしろ害悪になっているこんなものはやめるべきなんだみたいな姿勢というのを、えー、こう発表するというようなところにもなっていて。 これもまたですね、この対中制裁関税の大幅緩和のための布石になっているであろうというふうに、まあ、見られていたということがあるわけなんです。でこれらの流れをこう受けるようなそういう形の中で、レモンド商務長官もですね、関税の撤廃に関してバイデン大統領が近く決断するぞという、まあこんな言い方をしていて、ああ、いよいよ近づいたなと。 えー、7月第1週か第2週にはこれはおそらく出てくるんじゃないかという、まあ、こんな感じになっていたっていうことがあるわけなんですね。でところがですね最近ちょっと様子がおかしくなってきたんですね。というのは7月10日にバイデン大統領に対して対中制裁関税の一部撤廃について「すでに決定したんですか?」というふうに記者団に問われた時に「いや その件についてはさらなる検討をしているところだなんていう答え方をしているわけなんですね。あれれれとちょっと前までかなり前のめりと思われていたのが急激に慎重な姿勢に変わってきたぞというこういうことになるわけなんですで。レモンド商務長官の発言にもですね変化が出ていて関税をなくしてもインフレが顕著に鈍化するわけではない。 ここんんなことを言い始めたんですよねおいおいちょっと前と随分違うじゃないかよって、まあ、言いたくもなったりするわけなんです。で、えー、さらにですねバイデン大統領にとって最も重要なのはいかなる決断を下すにしてもアメリカの労働者に打撃を与えないことなのだという、まあ、こんなことを言い始めたってことになるわけなんです。あれと,ということは対中制裁関税の 大幅撤廃引き下げというのは、これはなくなったんじゃないのっていうのがですね、ちょっとこういうところから読み取れてくるということになるわけです。 インドネシアのバリ島で、えー、G20 外相会合が開かれましたけれどもこの開かれていた時7月9日の日になんですけれどもブリンケン国務長官と王毅外相との間でですねなんと5時間に及ぶ、まあ、非常に長い、えー、この会談というものが、まあ、持たれていて でこの中においてもですね、この関税撤廃の話というのを、まあ、中国側は当然要求してくるであろうということが、まあ、予想されてましたし、まあ、実際、えー、そういう要求が行われたということについては報道もあるんですけれども、これに対してブリンケン国務長官がですね、どういう回答をしたのかというのが、まあ、私の調べ方が多分ね、足りないせいかなとも思うんですが、分からないんですよね。 ただし、この翌日の7月10日に、先ほど言ったようなバイデン大統領やレモンド商務長官の、まあ、具体的な発言が出ている、そういうことから考えると、ブリンケン国務長官が、あこの問題に関して、王毅外相との会談においてですね、前のめりのそういう姿勢を示したという可能性は、 まあ、考えられないということになるかなと思います。では、対中制裁関税の撤廃に、まあ、すごくこう、積極的だったバイデン政権の動きが、急にですね、この、トーンダウンしてきた、えー、後ろ向きになってきた、この背景には一体何があるのか、これはいくつか要因が考えられます。一つはですね、その、アメリカ通商代表部、USTR というところがありますね。 まあこういう貿易交渉とかをやったりする時のえ窓口になるまあそういう役所ですけれどもここが7月5日にですね対中関税第1弾に関してまあこれのね是非を問う こういろいろ集めてくるという、まあ、それの起源が到来したってことがあったわけなんですけれどもでこれに対して国内企業からですね、まあ、国内産業を保護するための処置というのを今までどおり継続してくれという意見がボワーッ やってきたということが言われていますざっとですね400件以上のですね <laughs>、えー、この維持を求める意見というのがこう集まっていてこれは バイデン政権からするとかなり多かったということになるようなんですね。で USDR はまあもともとですねこの対中制裁関税の撤廃に対しては反対する意向というのをまあ持っていたんですけれどもこの対中制裁関税に反対する意見がこんなにあるぜっていうことを背景にしてまあこのバイデン政権の中でちょっとね弱い立場に置かれていたのを 結構こう強気に出れるようなそういう立場に変わったんじゃないかっていうことがまあ見られていたりするっていうことがあります。で、このことと絡んでちょっと大事なのは実はバイデン政権のですね、支持率というのが今どん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 と起こっていてですね、なんと今29%にまで達したよなんて話がこう出てたりするわけなんですね。で、ウォーターゲート事件というまあとんでもないその盗聴事件みたいなのを引き起こして、 最後もう辞めざるを得なくさせられていった、まあニクソン大統領という大統領いましたよね。あのニクソン大統領が辞める直前の支持率が24%という話があって、この ニクソン大統領の支持率にすでにかなり近づいてきたんじゃないかなんていうことまでこう言われてたりするぐらいに今バイデン政権の人気というのはこう地に落ちていいるるととうことがあったりすすわけなんですここの中で国内企業あるいは国内の労働組合こういうものの支持を失う事態になってしまったとしたらもうこの政権は壊滅的打撃を被ることになってしまう。 それはやっぱり避けないといけないんじゃないかなんていうことがですねまあ彼らの中においてこう出てくるようになったってことがあるわけなんです。USTR にですねこう出されたこう労働組合側からの意見というのも合計で24件あるということが言われていてでここの中にはその全米最大のね労働組合の連合体のまあそういう要望なんかもねこう出てたりするということがあり。 まあこれはちょっとと無視できんぞとここで労働組合の支持を失ったらもう民主党終わりじゃんという、まあ、そんな意識もどうも働いているようです。でモーニンンングコンサルタントというところが実施した世論調査において、えー、その中国からのですねこの輸入品に対する交換税というものこれをね えー、撤廃するかどうかみたいな感じで、まあ、今のその交換税をまあ維持し続けるということに関して賛成か反対かっていうことをね、えー、こう尋ねてみるっていうことを、えー、やったわけなんですがなんと73%がですね <laughs> これはアメリカの,その企業とか労働者を守るために維持すべきだっていう答えが占めてですね,ね、えー、インフレをその抑えるためにね 緩和すべきだという意見が意外と小さかったということも。ああ、実はですね。こう背景としては考えることができるかもしれません。要するにですね。対中関税を引き下げて。 やりましたーみたいな感じで政権が頑張りましたーみたいなことをやってもアメリカ国民は実はそんなことを支持しないというそういうことになっているのもちょっと見えてきたっていうところもあるのかもしれないということですで。さらにですね、ちょっと巨大な爆弾みたいなものがちょっと炸裂したという事件があったりするんですね。これはバイデン政権の中国問題に関してのスキャンダルというものがこれが発覚しちゃったーというそういう事件なんです。バイデン政権は その石油価格の高騰ということがあってこれを抑えるために石油の増産をやるっていうそういう正しい路線でいけばいいものをそれをやらないで石油の増産はなるべくやらせないようにとどめておきながら国内のまあ備蓄されている石油をですねこの放出するみたいな感じのことをやってですね それで、こう、対応しましょう、みたいなことを、まあ言っていて、えー、まあ実際やったわけなんですね。国内のその受給関係を良くするために、需要が多いのに対して供給が足らないから、まあ国内の供給をね、もうちょっと増やすために、こう、放出しますよっていうことをやっていたはずなんだけれども、なんと、この放出した石油が買える企業というのがですね、別に外国企業にもいくつか買える状態になっていて、 えー、それでもってですねこの石油が国外に持ち出されているという、えー、ケースがまあまああるということがこれがバレちまったという話も出てきてきるわけなんですこの中に中国のシノペックという会社がですね、えー、この石油を購入してで中国に持ち運んでいるという こここんんなととまでで分かっっっちゃったたっててが出てきたんですねで当たり前ですが国内の受給関係というものをこうなんとかこうねこうずれてるのを調整しようと思ってえこう放出しますってやってるのがこの一部がですね国外に逃げていくっていう状態になっていたらこの受給調整ができないということになりますから高値がそんなに下がらないってことになっちゃうのでそんなバカなことをやっちゃいけないというのに 実はそれが行えるようになっていた。で、さらに怖いのは、ではその、えー、購入して中国に輸出していた、その石油企業というのは、一体どこなのっていう話になった時に、これ、シノペックという会社なんですけれども、 これはですね、バイデン大統領の息子であるハンター・バイデンが中国側との合弁事業として作った投資会社の BHR パートナーズと深い結びつきのある会社なのだということが、これが明らかになって、あれと。 これはハンター・バイデン利権でそういう横流し的な行為が行われてたんじゃないのという疑惑がぐわーっと上がってきたという話が出ているわけなんですね。これっておかしいだろっていうことでもって、そのエネルギー省に対してですね、この件に関しての情報公開をしろという請求がこう出てきたりしたんですけれども、 エネルギー省はこの請求というものを拒絶するというまあそんな行為まで出ているがゆえにですねこれなおさらこれは怪しいぞというのがさらに湧き上がっているということがあるわけなんです。でそれでですねファンクショナルガバメント・イニシアチブというまあ非営利のまあ政府監視団体があるんですけれどもまあここがですね本来石油の備蓄というのはねハリケーンが襲ってきたりとか ね、あるいは外国との戦争になるとか、まあそういう時のために、どうしてもということでもって、その備蓄をしているものであるのに、そうでもないのになんで今こんな感じで放出しているんだいと。で、政権内部でどういう議論があったのか、それを公開しろと。そういう訴訟を実は提起しているということが、 こるともあるんですねこんな感じでもってまあズブズブの真鍮ぶりみたいなものがこんなバレちゃったみたいなねまあこういう感じでちょっと焦っている中でここでさらにですね対中制裁関税の大幅緩和みたいなところに踏み込んだ場合にこれはもう政権持たないよねというようなことを どうもバイデン政権は心配し始めたんじゃないかとも考えることができるということになります。で、アメリカのインフレの主要因というのはエネルギー、食品、人件費。これが、まあ、三本柱ということになるわけなんですがえ、アメリカはエネルギーも食品もほとんど中国からの輸入はないわけなんですね。で、人件費は これはアメリカ国内の問題になるわけですからだから今回のその今ブワーッと膨れ上がっているこのインフレの問題に対して実は中国製品中国のこの製品輸入これはほとんど関係がないぞということにもなってくるわけなんです対中制裁関税というものを全面撤廃するっていうことをやった時に直接的な効果としてはですねまあ計算上は 0.26%程度ではないかということが言われていてまあそうやってねまあ下げられたことに対してアメリカ企業も対抗してね価格の引き下げみたいなことで頑張っていくっていうことがあったとしてもまあせいぜいですね価格の引き下げ効果は1%程度にとどまるだろうということになります。でこれは今8%を超えるまあ高インフレにそれで苦しんでいるこのアメリカからすればなんですけれども。 1%, まあ1というのはまあそこまでいってもきっと大したことないよねとでしかもまあ最初こういう感じで1%下がるってうことがあってまあ1年間にわたってはねその効果は続くということになるんですけども,も結局その1年経ったらですねその効果はなくなってしまうということであってつまり極めて一時的な効果しかなくてですね根本的に今のインフレを抑え込んでいくということに関して。 あんまり役に立たんじゃんというようなことも、ちょっとこうバレてきたっていうところもあるわけなんですね。で、さすがにですね、まあ、何にもやらないっていうのも、まあ、格好がつかないっていうことがあるので、トランプ制裁関税の一部はですね、まあ、あ撤廃するか引き下げをやるか、まあ、やるだろうっていう話にはなってるんですけれども、え今見られているのは、 トランプ関税として制裁対象となっているのはざっと3700億ドル、日本円でいうと50兆円ぐらいね、えー、あったりするわけなんですけれども、そのうちの100億ドル、つまり37分の1、つまり2兆ドルにも足りないぐらいのごくわずかな金額部分だけ、どうもですね、これは 撤廃するという方向に動くんじゃないか、なんていうことが言われてたりするわけです。つまり、三十七分の三十六は全く関係なくて、三十七分の一だけ。ちょっとね、形だけやってみましたっていうところに。 終わるんじゃないのなんていう観測までちょっと出てます。まあ、最終的にこれはね、公表されてみないとどうなるかはわからないんですけれども、今、そんな動きになっているということになります。ある程度ですね、バイデン政権は中国に対して強気であるということも、まあ、示さなければいけないということで、まあ、中国がいろこの産業補助金というものを与えることによってね、相当手厚い保護をやっている まあ半導体などのこの業界というものがこうこういつかあるんですけれどもこれに対して新たな制裁を加えるぞみたいな感じのことをまあ口では言っているんですけれどもこれの調査というのはまあ今後1年程度かかるんじゃないかなんていう話もあってですねつまりえ拳は振り上げておいて調査するっていうこの時間でもってかなり時間稼ぎをやった上で まあ最後1年後にね、まあ、どうするかはちょっとわからないんですけれども今のところはそんな程度のいや中国に対してもね強気で頑張るんだみたいなポーズにとどまるかもしれないまあそんな話でもあったりするというのは一応冷静に見ておいた方がいいかなというふうに思います。全体をまとと、とめてみるとバイデン政権のの中枢部分というのはもう、は、も かなりの親中派だということにはなるんだけれどもまあ密かに行っていたですね、えー、その親中政策というのが <laughs> バレちゃったりみたいなそういうこともありまた国内での支持率がどんどん下がっているということもあり親中政策を狙ったように進めようと思っていたのがだんだんできないところに今追い込まれてきているっていうのが。 まあ全体構図を見るときにいい役に立つ視点ではないのかなというふうにまあ私自身は見ているところがあります。こんな感じでもってバイデン政権の対中姿勢というものを全体を見ていくとだいぶね頭の整理がつくんじゃないかななんていうふうにまあ私自身は思っています。 必ずやろう日本最高朝日高でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます